名前は江夏由紀子と申します。作品タイトルが孤独島と、プリズマベルと、パレットという作品を書かせていただきました。そうですね、昔からずっと書く自分の信念は変わってなくて、本当に大きなこととかじゃなくて、日常の中からキラキラしたものを紡げるような文章を書くことに意識を置いてまして、なので見てくださる皆さんの光の乱反射で作品も惹かれるような、愛があふれるような作品を書きたいと思ってます。詩とはそういうものかなと。そうですね、次回作はなんか今までは割と短いものでまとめていたんですけれども、こうつながって物語になっていったりとか、そういうものも作っていきたいなと思っております。ありがとうございます。はい、とんでもないです。